投資選択も駆け引きのうちよ。そうだぞ、私なんか。食堂に戻ってご飯にしましょう。おかしいな、一番飛ぶ折り方をしたはずなのにな。この折り方が最強ですけど、うーわ、雑、こんなの飛ぶわけないじゃん。私なんてダメダメなんだ。うん、このカルビおいしい。こっちのロースも最高。ザ・焼肉って感じよね。あまね先輩も将来この番組に出るかもしれませんね。あまねちゃん、テレビに出して大丈夫かしら。きっと変な発言するわよ。それがいいんじゃないの。先輩美人だしテレビ映えするよ。知ってる。なんとかってバクテリアからバイオ燃料を生成する技術を発明した人だよね、確か。発明家ってさ、変な人多いよね。奇人変人っていうの？私この人好きだな。ちょっと天然入ってて愛嬌あるしね。うん、そうね。なんか誰かに似てる気がする。誰だろう。父だ。ほら、今テレビに映っている。もちつき。え、嘘。そうだ。おかしいか？トロにはわさび醤油が合うなあ。あ、今あまねちゃん映った。ああ、父の仕事を手伝った時のものだな。そういえばテレビの取材があるって張り切っていたのね。今父が紹介している発明品は私が設計したものだぞ。グライダー制作の費用はそれらの特許収入から出しているんだ。どうりで資金が潤沢なはずだわ。普段ボケボケってしてるけど、あまねちゃんって本当はすごい人だったのね。私は引退したらここの研究所に入って父の仕事を手伝うことになっている。留年を重ねたせいで父には随分迷惑をかけてしまった。じゃん、これ。いいのか？これもどうぞ。ありがとう。やったー！牛肉だわかるんだけど、ひばりね、早く帰ってこないかな。そしたら訳してもらうのに。